今回の展覧会はですね、ここ姫路市の美術館が一箇所、その他にもう一箇所ですね、所作山円行寺というこの姫路市内にある山の中の非常に古い広大なお寺で、西の比叡山と言われている円行寺というところでも展示をしております。本家取りというテーマを設けまして、構成をいたしました。まあ、毎回展覧会ごとにいろいろな、全く異なったテーマでやってきまして、私も74歳になりまして、海外の生活が、半世紀以上にわたって、ニューヨークにいまして、そこから日本をずっと眺め続けてきた、経験からですね、日本文化というのはどのようにこう特殊であって、それがどういう基本概念に基づいて流れてきたのかということをずっと考え続けてきまして、それは本家取りというある一つの歌の伝統がいろいろなジャンルに影響を及ぼして、今の日本文化というのは今日に至っているのではないかなということに思いをいたしましてですね、本家取りというテーマでもって、歌だけではなくて、それを本家取りの手法をとってですね、私が現代美術の作家として自分自身でもその本家取りという手法でもっていろんな作品を作ってきた、それを新作も含めて一挙に公開しようかと思っている次第でございます。火山法王が、2度目にここへ来られた時に、イムロの塩原にここでスケッチをさせて、弥勒寺でスケッチをさせて、都で小瀬の広隆が、が作ったものをこっちへ貸しされたんですね。でそれの写しが東京大学図書館に残っている。この所作山円行寺の開山がですね、この松空上人という方で、平安時代のお坊さんです。この方が開山をいたしました。でですね、これはそのポートレートなんですけども、これは私が最近撮りまして、その元となったのが右側にあるこの松空上人の像なんですけども、この松空上人の像というのは本当に数十年前に発見されまして、その時はご住職のお話によりますと、江戸時代の上からこう漆が塗ってありまして、ボロボロになっていたと。で発見された時にその、表面がボロボロと剥げて、落ちるので、それをきれいにしましたらこういう、像が発見されまして、膝前は江戸時代の候補なんですけども、その お顔と、体はこれはもう平安時代の創建当初の松空上人が生きていた時のお像ではないかと。その後で高名な弟子がそれを彫ったという記録があるんですよね。でそれがですね、自伝によると、それは平安時代にもすでにその像は、燃えてしまったということになっていたんで、そのまた写しみたいな像がありまして、それがですね、重要文化財に指定されてずっと今まで、伝わってきたんですけども、実はこちらの方こそが焼けてしまったんですが、本当は焼け残ってこう伝生したという、像ではないかというのが今学会でもこう認められつつあるという、そういう貴重なお像なんですよね。で実はですね、その松空上人の像というのがですね、古瀬っていうこの有名な平安時代の、絵描きによって描かれていた素晴らしいその絵が残っていたんですけど、それも惜しくも明治時代に円行寺の宝蔵が焼けてしまいまして、その時に焼失してしまったんですね。この古瀬派の絵画というのは有名なのは根津美術館の那智の滝ですですね。そういう素晴らしい作品を描いた作家がですね、この像もその絵画として残っていた。ですから今はもうその当時をしのぐのはこの像しかないんで、その古瀬派の絵はこうであっただろうということを心に思いつつ再現してみたのは、この像を撮ったこちらの掛け軸になります。
この作品はですね、月下紅白梅図というタイトルになっております。月の下で紅白梅図を見ているという意味ですね。これはですね、だいぶ前に熱海の MOA 美術館から、コミッションで発注を受けまして、ちょうどその年がですね、光琳、没後300年という節目の年でありまして、何か現代の作家にも光琳に影響を受けた作品を作って、もらいたいということで、この屏風を作りました。でもちろんこれは国宝の紅白梅図ですね。それをですね、もう世界最高級のデジタルカメラを使いましてですね、本当にこの一つの箔ごとに何百面も撮影して、細かく撮影したものをつなぎまして、デジタル上で、でそれを夜の満月のもとに転換してるんですね。だからモノクロームにして、ちょうどですね、こう屏風の上に満月があったとしたら、この水面に月が映ってます。でよく見るとこの辺にこうちょっと明るくなってるんですよね。でここに月の反射があって輝いているということを、まあ、月があるんだけども姿は見えなくて、水面に反射しているという風情を、ある意味では計算して演出しております。でもちろんこの、左側が白梅ですね、右側が紅梅、赤の方がモノクロームにするとちょっとグレーっぽくなるので、そういうところも考えてトーンを整えてあるんですよね。でこれはですね、プラチナプリントという19世紀からある技法なんですけども、一般的な銀塩写真というものとは違って、銀の代わりプラチナを使っているんですね。ですから何が特徴かというと、闇の中の闇、黒の中の黒っていうのの表情を表現できる。でよく見てください、この白梅の幹に苔がこう蒸しているんです。そういう微妙なディテールまで全部、表現できる。これは普通の銀塩写真ではできないことなんですよね。でプラチナを多量に使うので非常に高価な、ものなんですけども、19世紀からこれは密着焼きしかできなくて引き伸ばしができない技法だったんですけども、最近のデジタル技術によってこれが引き伸ばしができるようになったということで、初めて、まあ、技術的な問題がクリアされて、こういう大きな屏風仕立てというものができるようになったということなんですよね。まあ、これはこのカタログの表紙にもあってまして、光琳の、まあ、本家撮りらしい本家撮りと言えるのではないかと思います。この作品の本家はですね、宗達筆の松島図屏風でございます。でこの松島図屏風というのは明治時代に海外に流出しまして、今はワシントンのフリア美術館というところに所蔵されています。これは松島を描いたものかどうかは分からないんですけれども、そのフリア美術館で、20数年前に展覧会をやった時にこの屏風をくまなく、収蔵庫で見せてもらいまして、非常に目に焼き付いたんですけども、そうこうして、20数年が経って、ちょうどですね、去年ですね、丹後半島を巡る、京都の丹後半島ですね、巡る旅をいたしましたところ、大座という場所があるんですけども、小さな町ですが、カニで有名な、大座ガニで有名なところなんですけども、そこの日本海に向けてこういう巣浜でこの岩山がこう島になって、あるところを発見しまして、あ、これは松島図屏風とそっくりだなと思ったんですよね。松島図屏風でもこういう巣浜がありまして、満潮の時にはこれが消えてしまうんですけども、ちょうど反対側から見た、構図が松島図屏風になるのではないかと思い至ったわけですよね。ですからそのデジャブ的な感覚をですね、まあ、この写真に撮って、それでこう和紙にですね、これは四国の阿波というところの和紙なんですけども、それがデジタルプリントアウト用の和紙というのが開発されまして、それを2年ほど前にですね、ニューヨークでフランス人から教えてもらいまして、じゃあやってみようということで、そのフランス人と一緒にですね、その和紙に
デジタルカメラによる出力によるプリントをしてみる。そうするとこれ和紙ですから表具にもなるし屏風にもなるのではないかということで、ここで初めて実験したものなんですよね。これでですね、本当に写真なんですけど絵に描くような操作し、基本的にモノクロームにして、でよく見ると岩山の上にグリーンの灌木がこうちょっとずつ色を差してるんですよね。で空もちょっと空色がかかってるっていうんですかね、これ室町の水墨画なんかによくある手法で、墨絵なんですけども、ところどころブルーが薄く差してあったりなんかするんですよね。そういうような感覚っていうか、それをまあデジタルでちょっと染めているって感じですかね。そういう形でまあこの屏風第1号としてまあこれが完成したわけです。この作品はですね、去年ですね、私の古い友人で、その友人の家がまた旧家なんですよね。それで、その家をまあいろいろな問題がありまして解体することになりまして、古い蔵があったんですよね。でその蔵の中は明治時代から開けられてないところもあるということで、ぜひ一緒に調べてどれがいいものでどれが良くないものかという選ぶような手助けをすることになりました。それでまあそれも1週間ぐらいかかったんですけども、そうしたらですね、段ボールじゃない木の箱ですね、古い木の箱に入ったバラバラ死体っていうんですが、この3体の仏像が手はもげてもう全部バラバラになって新聞紙に包まれて出てきたわけですね。でその新聞を見ると明治35年の日付なんですよね。これはもう本当にもう捨てるものだということで、そういう扱いになってたんですけど、捨てるんだったらもう私がもらいますということで引き取ってきて、そのもううず高くこう積もった埃を払いながら出してみたらですね、首がだけがもう壊されてもう捨てられてしまった。ですからこれは廃仏毀釈の時にですね、明治初年の時に廃仏運動としてこの四天王が壊された。でも全部壊すのは大変だから首だけ捨てて、それでよしとして、ところがそれを捨てようと思ったんですけど、その多分その旧家の持ち主の総当代の人は捨てるに忍びないということで蔵に取ってあったものなんですよね。でまあそれが江戸時代のまた漆が塗ってありまして、それがまたボロボロに剥げていて、それをもう何週間もかけて僕はその丁寧に江戸時代の膜を剥がしていきましたら、こういうような素晴らしい彩色が残っている、おそらく鎌倉時代、まあ、南北朝に入るかどうかという鎌倉後期のものだと僕は思ったんですよね。で 手はもがれていますから、全部まあ合うものだけを、全部はめていって、邪気とも合わせていって、結局四天王のうちの、3体の胴体と手の一部が残っていたということですね。でその後どうしようかと考えまして、頭がないんだったら頭はまあ現代美術の作家として今風の像に再現してみよう、ここでまあ自由裁量権が与えられたわけですよね。でですね、どういうふうにしようかと思いまして、もう物質の歴史っていうのは世界の歴史がこの3体の仏像の中に全部現れるようにしてみよう、時間の経緯を流してみようということでタイトルを考えまして、13個の追加物ですね、ずっとこう書いてありますけども、これ廃仏毀釈という名前にしました。でこれ廃仏毀釈によってここに来たんですけども、その毀釈というものをですね、毀釈薄める毀釈にしまして、廃仏毀釈で13個のあるものが与えられたとせよという、そのマルセル・デュシャンの、タイトルに、ちなんでデュシャン流のタイトルにしています。まずはですね、月の石がここにある、これは神代の昔ですね。それとリビアングラス、これも隕石ですね、これも、神代の昔から来ているということで、月の石というのはね、この中央のこの左手に持っているのが月の石ですね。
でこれは電球の上にこのビビアングラスというのがある。これも隕石の一部なんですよね。これはある 数万年か数億年前かにアフリカの砂漠に隕石が落ちてきて、そのインパクトで砂の中にあるガラス成分が一瞬にして舞い上がって、落ちてきた時に固まってガラスの石になっているというものですね。これはだからカンミオの昔ですよね。その次は2億年前、この手に持っているこれがですね、2億年前の恐竜の小型の恐竜の糞の化石なんですよね。これはうんこなんです。でこれを2億年前に持っている。それから次はですね、古墳時代かな、直刀の唾、この糞の下にこう輪があります。これは古墳時代に発掘された直刀の唾。それから正倉院殿内の紐、この首にかかっている、これが一番貴重なものかもしれませんが、正倉院伝来の組紐ですね。この両側にこの正倉院の切れがかかっています。これは柏木炭鉱祭という明治の収集家が持っていたものですね。次は四天王のうちの三体、これがまあ鎌倉から南北朝時代、ここに持っている水晶の小さな五輪の塔、これが南北朝時代で、その後輩が室町時代ですね。それから、急に江戸時代に飛びます。この足元に江戸時代の天保通宝が乗っかっています。でそれから急に、明治は飛ばして、昭和20年代の目薬の瓶ですね。それから、急に今度は、平成9年の、潮電機の電球ということで、それから、これはですね、釣りの釣り道具、昭和30年代の、蒔絵の釣り道具の中に令和4年の今年の唐辛子が詰まってます。でこれが頭になってる。で全体に、神代の昔から今の令和4年までが全部ここに詰まっているという、現代美術か古美術かよくわけのわからない、現代古美術という、3体の仏像が再現されました。この6曲のもともとは屏風だったものが今こう軸装になってるんですけども、江川美術館というところに伝わりました、木瓶に触発されて描かれた、伝能阿弥の美穂の松原図です。現在はですね、兵庫県立美術館に、所蔵されていまして、重要文化財に指定されています。これはもう室町水墨の日本的な一つの典型でございまして、素晴らしいその松の表情一本一本にですね、素晴らしい松の形が描かれていまして、これはですね、もともとこれは左宗でもって右宗右に富士山が描かれていたと思われています。これは日本平というところに登ってですね、今でもこういうふうに見晴らすとこういう景色があるんですけども、今静岡市街のこうつながりのこうビルとかいろいろあって、昔はこんな景色だったんだろうなということがこうこの絵を見て、まあ思い浮かばれるんですよね。でこの絵が本家となりまして、天の橋立てを私は撮ってみようかと思いました。で天の橋立てというのは有名な雪舟の国宝があるんですけども、
その絵よりもどちらかというとこの三保の松原図に触発されて撮られたのが私の隣にあります天の橋立図になります。この作品がですね、天の橋立図八曲一層の屏風に仕上がっています。実はこれ3日前に完成しましてこの美術館に到着していたしました。私自身もまだゆっくり見る時間がない。しかしこの全長16メーターにも及ぶこの巨大作品はですね、まあ自分の作家人生の中でも最大規模のこれは作品になったと思います。先ほどの三保の松原図を参照しながら自分なりにこの天の橋立、これ全部で一部なんですけども先端部分がちょっとくびれてましてちょうどいい構図になるところがあるんですよね。でそこにカメラを据えましてもう 何百カットと細かくスリット状に撮っていきましてそれをコンピューター上で、つなげたということになります。先ほどと同じようにほんのちょっとだけ彩色が施されています。最後の最後のところでですねこれは昔からこの橋がかかっていたんですよね。まあ、よく見ていただくと橋にはですね朱の塗装が、なされていました。でほんのちょっとだけその赤みをここに加えて、水墨画の雰囲気をここに醸し出すようにしてあります。この一点はですね、世界中の海をめぐって撮影してきた海景シリーズの一点です。これはですねノルマンディ地方ですね、フランスのノルマンディの海岸線を撮ったもので、なんでここに行きたいかと思ったのには2つの理由がありまして、それが本家となったというんですかね、有名な、まあ、ここに、出してありますけれども、クロード・モネの、エトルタの断崖と日没という映画には、これ有名なもので、この断崖は何回も描かれていますが、この海を見てみたいと思ったのが一つですね。で実際に、ね、断崖はこの辺にあります。ただ海景としては陸地は揺れないということでこの断崖を外したここを撮ったんですね。でもう一つはですねこの同じ海をですね、クールベも描いてるんですよね。でクールベの描いた海はモネとは正反対に荒れた海なんですね。ああいう波涛がこう波立っている。でここも同じ海だということで、今回はこちらの美術館に所蔵されている国富コレクションからですねこのクールベをお借りいたしましてずっとこの水平線がちょうど合うようにここに展示したというふうに、まあ、凝ってみたわけです。これは華厳の滝の写真なんですけども、1977年ですね。これは、私がですね大型カメラの 8×10 のカメラを、買って一番最初に撮った、作品の一つなんですね。でどうしてそういう若い頃にですねこの滝を、撮影しに行ったかというとやっぱり水をテーマにしたい。ですからこの海景に至る前段階で滝を今撮ってみたいと思ったんですよね。でなんでこの華厳の滝かというとですねその、前段階として頭にこびりついている名画があったんですね。それが根津美術館のこの那智の滝図なんですね。こういうような神々しい滝を、撮れるかどうかということで、ここに行ったんですけど雨が降ってましてほんの一瞬なんか10秒ぐらいここが滝が見えたんですね。その時に、急いでシャッターを1回だけ押せたんですね。それがこういう滝の図になりまして、なんかこうお前この水のテーマをやれよと言われたような気がしたんですね。これは本当に権限したっていうふうに自分には思えたんですよね。
この海景はですね、1987年に撮影されました。日本海に浮かぶ沖ノ島から、撮影した海景です。で、なんでここの沖ノ島に行こうかと思ったのが、それが本家となる、これ本当に和歌の伝統の本家なんですけども、後鳥羽院が承久の変でこの沖ノ島に流されます。で、その時にですね、和歌の名手でもあった後鳥羽院がここで詠んだ歌というのが残されています。その歌はここに書いてありますけども、我こそは新島森よ、沖の海の荒木波風、心して吹け。今まで天皇だった、地天の君だった権力者がですね、思わぬことで北条氏に敗れまして沖の海に流されると。その時に天皇の気概というものを、自分はまだ天皇なんだ、この国に今着任したけども、お前たち自然界の波風も心して吹けよという歌なんですよね。で、その場所はどこかというのを探しました。この断崖絶壁の200メーターの崖がありまして、ここに違いないと思って、そこにカメラを構えて、海景を撮ろうと思いましたら、さーっと一陣の風が吹きまして、この波風は立たないけども吹いている、心して吹いている風が映ったということになります。この五輪の塔なんですけども、国東半島の、個人の所有者のお庭に朽ち果てて半分土中化して発見されました。で、組み立ててみると、五輪の塔なんですけども、どこを探しても傘がない。 もともとこのこういう傘があったはずなんですよね。で、傘をこう100メーター四方探したんですけど、どうしても出てこない。歴史のうちに地震で崩れて、大きく壊れてしまったんだろうと思われます。その証拠にこういう角角がこう欠けてますから、上の傘が落ちてここで割れた可能性がありますね。で、これはですね、この梵字を見るとすごいキリリとしている、ここに年号がなんと刻まれてました。建治元年と書いてあるんですね。ですから、建治元年、鎌倉中期の年号です。で、石質がですね、国東島の柔らかいものと違って硬い石なんで、今研究中ですが、これは本当に国東島かどうか今調査中です。ただ装輪も残ってまして、全部梵字が書いてある。で、この残念なことに傘がないので、この傘を自分で再現してみることにしました。で、これをガラスをですね、普通の青い板ガラスですね、これをランダムではなくて美しいこの線を残して、多少のカーブがついてました。で、それを傷をつけまして、バリンと割る、きれいに機械で切るんじゃなくて、こういうラフに割ったもので構成してみました。そうすると見事に、こういう形に再現することができました。この作品はポートレートシリーズといいまして、ロンドンのマダム・タッソーのろう人形を、撮影したものです。何回もいろいろ展覧会に出しているので、ご存知のことも多いこと思いますが、もともとはですね、マダム・タッソーのろう人形師たちは、ハンス・ホルバインの有名な、ヘンリー8世の絵がありまして、その絵からろう人形を再現したものなんですよね。で、このアンヌ・オブ・クレフェというのは4人目の王妃ですが、この王妃もですね、クレフェ王国の公女を、政略結婚で目取ることになって、ヘンリー8世はですね、ホルバインを、そのクレ、ベルゲイの近くのクレフェ王国というところに送って、ポートレートを描かせて、そのポートレート写真を見て、これならいいだろうというふうに結婚を決めるんですね。その絵がですね、このルーブル美術館に、アン・フォン・クレフェの肖像として残っています。ところがですね、お見合い写真の代わりにお見合い、絵画を描いてきたんですけども、ホルバインはですね、美人に描きすぎてしまったんですよね。で、実際のクレフェがパリに着いてみると、それほどちょっと小太りだったらしいんですよね。それで王の服を買いまして、王のとこからは退けられてしまうという、そういう逸話がついています。
この宝殿場のシリーズなんですけども、これをやはり和紙に、プリントしまして、これは今年の初めにですね、京都の建仁寺の襖絵として、実験的に作りました、奉納いたしました。今回は六曲一層の屏風に仕立ててあります。これはニューヨークの暗室の中でですね、人工的に発電機を回しまして超高圧の電流を発生させたものを暗室の中で発光させます。金属板の上にフィルムを置いてフィルムの上に直接放電させるという実験を繰り返してきまして、こういう形に現象として捉えたものですね。カメラを使ってますから写真と言えるのかどうかは分かりませんが、で、それをやろうとしたきっかけになった本家というんですかね、それがこの鎌倉時代の、雷神像ですね。これが凄まじい、顔をしておりまして、この雷神像がうちに来てからはオープニングは必ず雨か嵐になるというジンクスがついてきます。菅原の道真公はその、ある一つ の、風神雷神の元になっている怨霊となって、嵐を起こすという雷を落とすという伝説がありますので、この一部の宝殿場の、残りを使いまして、これは桃山時代の、菅原道真像を宝殿場で表具したという作品になります。全てが絡み合って、本家である、風神雷神図、もともとは宗達の風神雷神図が有名ですが、その元となったのがこういう鎌倉時代の、雷神像ではないかと思うわけなんです。この作品はですね、観念の形というタイトルがついています。明治時代に東京大学ですね、数学の研究のためにですね、ドイツで作られた数理模型、石膏製なんです。それでできた模型を輸入しているんですよね。でそれを撮影したものです。でこちらのもこれも数理模型なんですけども、その石膏のモデルというのは精度が悪いんで、現代の日本の最高の工作機械の技術を使えば100分の1ミリの単位でできるということが分かりまして、これは現代の100分の1ミリのスケールで作られた数理模型なんです。でこれの本家となったというものはですね、そこの壁にかかってますが、マンレーですね、デュシャンの盟友なんですけども、彼がですね、この同じ型から作られた数理模型をパリのポアンカレ研究所というところにありまして、それを見て非常に興味を覚えて、撮影してるんですよね。でそれと全く同じものを、マンレーと、対抗意識を燃やしてですね、杉本が撮るとこういうふうに見えるということで、全く違う角度から、撮ったものなんで、ぜひ、見比べてみてください。ここの場所ですね、まず写真なんですけども、デュシャンの、レディメイドの代表作の一つで、泉とタイトルが付けられていますが、実際には男性用の、衛生陶器を展示したもの。1917年にニューヨークのアンデパンダン展でしたね、出品されて大騒動を巻き起こした、作品で、それそのものは捨てられてなくなってしまっているので、それをまた、もう一度レプリカとして作り直しているというのが、作品になっているんです。その作品をまた、ぼかして撮ったものですね。こちらにあるのがその泉に触発されて作られた、茶道具としてのお茶碗ですね。これを泉として、作りました。ですからこれで実際にお茶を飲もうというわけなんですね。非常にある意味でブラックユーモアに、満ちているんですけども、よく見ていただくとちゃんとこの、ポツポツポツの三角形の穴まで再現されています。こちらはですね、ジオラマシリーズから、1997年にサンフランシスコの自然史博物館で撮影されたカリフォルニアコンドルという、作品です。この自然史博物館はもう、
解体されてこのジオラマは存在しません。で、まあ、解体されることが分かっていたのでこれを撮っておこうと思っていったわけなんですけども、これを撮影するにあたって、2つの名画が頭の中にありました。一つはですね、これコンドルなんですけども、室町時代の、木瓶ですね、この中国の禅僧が描いた、絵が日本ではあの東山御物として有名なものが日本だけにしか存在しないんですよね。で、こちらは、まあ、藤田美術館に伝わった、母蝶といいまして、この母蝶を描いた名画があります。こういうような、鳥の図柄としてこれを作品化したいというのが一つの念頭にあったものですね。それともう一つ、このバックグラウンドにこう霧に霞む円山が見えている、この感覚を、どういうふうに表現しようかということで、同じく木瓶の、まあ、国宝なんですけど、これは、畠山美術館に伝わる正倉八景図恩寺万象というのがありまして、この絵をですね、念頭に置いてこのバックの背景を、まあ、トーンを合わせて作ろうと思いまして、そのトーンが出るように現像液を処方しまして露光も調整して、でこういう形になったということであります。ここからはですね、マンダラのシリーズになります。右手にあるのがホッケマンダラといいまして、鎌倉時代の作なんですけども、まあ、これを、まあ、あの本家といたしまして、まあ、マンダラというのはどういうふうに展開できるかということを考えまして、この左側のものはですね、まあ、南北朝ぐらいの朱子曼荼羅ですね、真ん中に大日如来が書いてありまして、これをですね表具をしたわけなんですね。で表具としてはこれ19世紀のニュートン力学の、宇宙の天体の運行ということを解説したこれ図版ですね、それをほぐして表具にしてあります。これは東西界曼荼羅というタイトルにしまして、つまり西洋では物質界の探求が進みまして、宇宙の構造というのをその物質としてまあ捉えているわけですね。それに対して東洋のまあインドから始まる仏教哲学では、宇宙というのは心の中にあるものであるという考え方で、その心の中の分析っていうんですかね、そういうものをですねこの梵字でもって表しているわけですね。心の中にいろいろな宇宙がある、こう外界というのは心が見えている外界というのはその心の世界の発露ではないかというのが基本的な、捉え方だと思うんですね。で東西の対照的な世界の 見方というのをこう曼荼羅として、表具をしてみたということになります。ここからは、まあ、あの先ほどのデュシャンの泉の、お茶碗に続きまして、村の塔で作ったガラスの茶碗が4点、それから自分で作陶した焼き物のお茶碗が4点あります。焼き物の方は内田浩一さんという陶芸家に私が、弟子入りしまして、教えてもらって作ったお茶碗です。でガラスの方はですね、村の塔に、ガラスの茶室を作るために数ヶ月滞在していましたので、一人の若い職人をと仲良くなりまして、亜生厚生って言って使われたものですね。で例えばこれはですね、あの正倉院に伝わるルリ茶碗っていうのがあるんですね。笹山町の茶碗なんです。それはまあこれが本物ですね。これをこう本家取りして今できるかどうかということで古代ガラスを溶いてもらいまして、でこの面取りの技術を持っている素晴らしい老人がいましてですね、それで削ってもらったんですよね。そうやってできたものです。そうこうしているうちに、これは正倉院のものはもちろん手に入らないんですけども、これがその当時と同じような笹山町のもので発掘されたものが最近出てきまして、後から本家を作ろうと思ったら本家みたいなのが出てきたということになりますね。この茶碗はですね、内田浩一さんの工房でろくろで作りまして、それから真冬の12月にですね、滋賀県の朽木というところに行きまして、内田さんの登り窯があるんですよね。そこで、まあ、焼いていただいたんですけども、これ焼いてみたらどういうような、釉薬がかかるか分かんないわけなんですね。
で焼き上がって出してきてみたら、この江の浦と信楽の土を混ぜて焼いたんで、信楽特有のこの長石が溶けてですね、美しいこう景色になっている。でこの景色を見た時に思い出したのが、有名な与謝野武さんの国宝の絵ですね、夜食老太図ってなりまして、この雪の降るしんしんとして、夜が更けていく京都の風情を描いたものですね。そのこう空模様と非常に似てるんですね。ですからこれはまあ名を夜食というふうに、夜の色というふうにつけたということです。この軸はですね、私が表具しまして、この本紙の方ですね、これはあの江戸時代後期の狂歌詩、狂った歌ですね、狂歌詩の植山人、太田植山人という人がいまして、その人が書いた演奏の図ですね。それに賛がついている。でこの賛を読んでみますと、こうですね、投げつけてみよそうめんのゆで加減、丸ののの字のなるかならぬか食産人と書いてあるんですね。これどういう意味かというと、これは禅僧がよく書く演奏、悟りの境地を示す演奏かと思いきや、実はこれは違うんだぞと。これはそうめんのゆで加減を見るためにそうめんを抜いて壁に投げつけようと、そうすると丸のの字になるかという禅の悟りの境地を圧倒的に皮肉ってるんですね。そんなものがあるかよお前っていうことなんですよね。それに対して本家本元の禅宗の方では真摯にその悟りに至るということを研究してますから、その同じ時代の半本を解いてですね、これは禅の十牛図というんですね、悟りに至る十の段階を絵解きしてるんですよね。その木道が悟りたいと思う、そうするとその牛に例えてるんですね。牛の尻尾を見る、悟りが牛になってるんですね。で牛の尻尾を見て、これで牽牛というんですけど、それで、飼いならして牛に連れて帰る、乗って帰る。そうするとしばらく経つと悟りを求めていたそういう気持ちも忘れてしまう。で完全にこう元に戻っていくという不思議なこの、難解な絵解きなんですけどね。その悟りについての2つの見方を一体化した表群になっています。ここは、曼荼羅の続きになります。この掛け軸になっているものはですね、まあ、江戸時代後期の、版本を入手したんですよね。でこれはですね、罪人がですね、罪の重さに応じてですね、一生消えることのない入れ墨を入れられたんですよね。で顔や腕にこう入れ墨が入っているんですけども、まあ、そういうような図像集を入手しまして、これは面白いと思いまして、でまあ、これ罪と罰ということで、罪罰曼荼羅という名前がつきまして、この罪という字はですね、私が梵字風に自分で書きまして、その字の上に金箔を貼ってあります。でこれがまあ本来ならば、大日如来の場所に罪が来て、その周りを罪人の、入れ墨の様子を書いてある。で一番この、まあ、バラバラにして、こういうふうにデザインをしたわけですけどね、一番こう悪人相というんですね、それを罪の真上に持ってきまして、これどこの国の人間かって書いてあるんですけど、この悪人相ですね、高野山の坊さんなんですよね。高野山出家と書いてあるんですね。坊さんが一番悪人というのもなんか皮肉な感じなんですけどね。女性も一人だけ右下の方におでこに十字の入れ墨が入れられています。でこの下にはですね、罪人を捕らえるときに縄で縛るわけですね。こうやってそのいろいろな縛り方がですね、図解されている。これも嘉永2年の年号がある。これは絵なんですけども、これが免許改伝で縄の縛り方のそれをこう伝授する家というのがありまして、南蛮一般流という日本というのは何でもその家元制度になっちゃうんですね。罪人の縛り方の家元が、免許改伝をしたということで、その免許をもらう人に、
挙げた図像集ですね、これを標語してあります。ここは茶道具なんですけども、利休のまあいろいろなコンセプトかアイデアを本家取りにしようと思いました。まずはですね、この竹の花入れですね、これは利休作と伝えられている竹の花入れで、紀州徳川家に伝わったものが小田原文化財団に流れ着きました。まあこれは非常にシンプルな竹の花入れなんですけども、まあ、現代にどういう竹の花入れを作ろうかと思いまして、この中間にあるのがこれ竹に見えるんですけども、実は大正時代の、数寄屋武神の時の雨どいなんですよね。雨どい、雨が流れてくるの、これを銅板で、竹のように作りまして、それが錆び果てて青竹のようになっているっていう、時間が経つほど、若々しくなっていく、利休の花入れは時間が経つほどにいい味になっていくという、非常に逆転してるんですよね。そこが面白いかなと思って、この、雨どいの花池っていうのを作ってみました。でもう一つ花池、これはですね、この私服を作りまして、隣組防空軍、責任者谷熊町海防空軍、これは戦時中にですね、アメリカの B-29 の爆撃を受けまして、焼夷弾が降ってくるわけですね。その焼夷弾が軟着陸して、この中にまあガソリンが入って火がついて降ってくる、その中でまあ軟着陸して形がよく残っているものをまあ求めまして、焼夷弾花池というものを作ってみました。でこの下に並んでいるのは茶杓も挑戦してみたわけですよね。で、まあ、茶杓の本家として、利休の、この茶杓が1本、手に入りました。それからその利休の、まあ、義理の息子ですよ、松庵ですね、その娘と、結婚させた義理の息子の松庵ですね、松庵の茶杓2代目ですね、3代目の宗旦、松庵の息子の宗旦の茶杓と、この先型、最初のまあ3代の茶杓がこう基準杓としてあります。それで現代 の、まあ、あの杉本茶杓というのはいろいろこうひねくれた形でいろんな形を作ってみました。でこの材料はですね、利休が作ったとされる唯一の遺構である大庵という茶室があります。この大庵の屋根は、こけら葺きでもって、まあ、2,30 年に1回は吹き替えるんですけども、ちょうど数年前から吹き替えが始まりまして、その使っていた古い古材を手に入れることができました。ですがこれは国宝の大庵の茶室の屋根に使ってあったさわら材で作られたというストーリーになっています。この掛け軸2点ですが、右側が両差切れと言われているものですね、伝小野豆腐と言われています。でこれは非常にあの平安画の貴重な作品なんですが、めったに入手することはできないんですね。で1行だけ残っているっていう、これは多分手帳本っていうかこう、閉じたって貼ったものの1行が出てきたんですよね。でこの1行だけじゃ表具しようがないので、これでですから表具で遊んで本家取りをしようということで、小野豆腐ですから、まあ洒落て、これは豆腐の形に表具をしたということですね。一面は両差切れで、その上と右が、まあ、切らずりの箔の輿を使って豆腐に見立ててあるということですね。左側ですね、これは両差切れといいまして、平安時代の天皇の、まあ、歌を、春勢が書いたものですね。有名な歌で、君のため春の野に入れて若菜摘む、我が衣でに雪は降りつつという歌ですね。でこの歌の意味を表具に表そうということで、左側にやはりこの箔が散らしてある、本当に急に春の野に出たら急にこう雪が降ってきたという風景をこの、箔散らしで表しています。でその、台紙にもこの白い雪が一面に春の野に散ったように薄く白金のですね箔がこう散らしてある。
で、上下にはその雪が降ってくる前の薄緑色に若草が生えてきたっていう風情の古い木でをこう取り合わせてあるわけですよね。まあ、これで表具で本家取りを、試してみたということです。ここはですね、インダイナゴン絵巻断簡という名前がついてまして、鎌倉時代の、白描画ですね。でこれはですね、この右側が小田原文化財団で、左側が、後藤美術館に所蔵されているもので、この右側のものはこれもめくりといいまして、これもペラペラの状態だったんで杉本屏風表具を施してあります。ただ これがですね、似たようなものが後藤美術館にあるらしいという、話を聞きまして、後藤美術館に持っていった。そして比べてみるために、出してみた。そうしたら驚くことにですね、この左の絵と右の絵はもともと同じ一体化されたつながりだったということが分かったんですよね。ですから、まあこれも本家取りというか本家寄せというふうに呼んでいます。これは平安時代に九州の方で経塚から発掘されたもので、多分その壺の中に墨を入れて保存されていたもので、非常に美しい緑青が出ています。でこの中にはおそらく経巻が入ってたんです。経巻というのはもう溶けて流れて消えてしまったんですよね。ですからその中に平安時代の小さな可愛らしい蔵王権現像をこの中に、この割れたちょうどところにお祭りしてある、まあ、違うものを合体化させて、まあ、本家取りと言えるかどうかわからないんですけども、新しい古いものの合体ということで、作品化してみました。これはですね、本家取りではなくてですね、臨書と言われているもので、まあ、書の、練習をするために、昔から伝わった、高名な僧の素晴らしい書ですね、本を右手に置いてそれを見ながらうまく、まあ、真似をするようにですね、練習のために書いてみるっていうのを臨書と、望む書と書いて臨書と読みます。まあ、それをやってみたんですね。これは、武順師範という、まあ、中国の構想が書いたもので、これは鎌倉から室町だったかな。それをですね、その武順師範がですね、日本から正一国師というお坊さんが、まあ、修行のためにその弟子になるわけですね。でその弟子が日本に帰ってきて京都の東福寺を改ざんするわけなんですよね。その改ざん祝いにですね、いろんな字を送って、そのお堂の名前とかにこれを変額のために使いなさいという書が残ってるんですね。その中の東西蔵という字が残ってまして、各地の、まあ、臨書したものですね。大きさも全く同じに臨書しまして、それをその室町時代風の切れで、東山御物といいますけども、そういうような雰囲気で表具もしました。で紙は白い紙なんですけど、これを、栗の伊賀を煮詰めた液でもって染めまして、その当時の時代の雰囲気に染めたものです。ここはですね、マルセル・デュシャンの言葉を漢文にして表具したものです。ご承知のようにデュシャンはですね、レディメイドという新しいスタイルを発明したっていうか発見しまして、まあ、これは本当に本家取りの精神に非常に似たものがあると思っています。で、まあ、これは常にあり他人の死、これはデュシャンが母姫を書いておりまして、されど死ぬのはいつも他人という言葉を残しています。デュシャンのお墓にお参りした人にとって死ぬっていうのはいつも他人なんだよっていう痛烈な面白いメッセージを残しているんですよね。まあ、それを表現しました。左側は無刀ゆえ無門と、無門ゆえ無刀でもいいですけどね、答えはない、なぜならば質問がないからだというデュシャンの、私の好きな言葉を、漢文にして表現したものですね。中にあるのはですね、これは塩小売所という多分昭和20年代か30年代の、
ホーロー焼きですね、塩小売人というのはですね、フランス語と英語で言うとマーチャント・オブ・セル、マーチャン・ドゥ・セルという、マルセル自身は地口とか語呂合わせが非常に好きなんで、塩の小売人ということを自分の名前とかけてるんですよね。ここで塩小売人の営業所指名にマルセル・ニューヨークとこれ付け加えました。塩小売所、これがマルセル・デュシャンの地口でございます。これはですね、アンディ・ウォホールの書をですね、熟装したものでございます。で、これはですね、京都の宿帳に書かれた、その宿帳そのものが手に入りまして、そこには他にもいろいろな有名人が名前を連ねられるんですけども、このウォホールのところだけはそこをや切りまして、表現したもので、1974年の11月5日、大丸百貨店の、展覧会に来日した時のサインだと思われます。それをですね、表具にしたんですけども、表具の中回しのところは、平家農協の扉絵の紙を使っている。これは大正年間に復刻をしたところに田中新美という人が非常に素晴らしい復刻をして、その時の余りの切れが残ってましたので、平家農協とアンディ・ウォーホルが合体したというのがちょっと面白いんじゃないかな、シュールレアリズム的な感覚で。それに、トマト缶を1年間ニューヨークのベランダで錆びさせたものを、寝頃の丸本の上に載せてあります。これは私の書でありまして、お釈迦とお陀仏というふうに書いてありますね。で、仏教というのはもともとこう悟りの境地を求めるんですが、そのうちにですね、人間というのは死んだらみんなある意味の悟りの世界に、死後の世界というのが悟りの世界だというふうにも捉えられるようになってきまして、死んだらおしまいよっていうんですかね、お釈迦になる、壊れてしまう、お陀仏だってい こうなんていうか、ある意味のネガティブな意味も含んできたわけなんですよね。で、これを書いてですね、表具にはですね、この上下の細い帯の一文字というところですけど、これはですね、徳川家康が書いた南無阿弥陀仏の6字の名号というものなんですよね。で、これを細く切って、上下に使ってあります。で、これは徳川家康が、大阪冬の陣の2年前にですね、結構暇な時期があったんですよね。毎日のように、南無阿弥陀仏をこう 何十回何百回と、書いてるんですね。これは自分が戦争でですね、多くの人を殺してしまった、それを、その魂を救うために贖罪のつもりで書いたとは思われるんですが、実はこれから2年後に、豊臣家を滅ぼすということもありますので、成仏予告みたいなつもりもあったのかなと思われるんですよね。で、この床にはですね、室町時代の大正級の阿古館兜というものが、これは発掘されたものだと思うんですけども、先人で首を切られてそのままこう地中化してしまったもののようにも思われます。つわものどもの夢の跡という感じですかね。そこに、夏草が生えている。で、この夏草は実は、須田さんに掘ってもらった生きていない、夏草を意図的にここに、植えてみました。ここも2幅、私の書を、展示してあります。憲法9条です。今非常に問題になっている。で、憲法9条というのは、ある意味では、ポツダム宣言を受諾して、その後で、日本が、新しい国に生まれ変わるときに、アメリカからその今の平和憲法というのはある意味で押し付けられたような、形で、与えられているんですけども、それを、思い出すためにここにですね、日本が敗戦を認めた、ポツダム宣言を、受諾したという伝聞ですね。これが電報のテロップが残ってありまして、これをアメリカで入手しまして、
まあ、これが一番最初の、日本が、負けたと、Japan War with Japan is over というふうにこう書いてありますね。これと、まあ、憲法が9条ができたということが因縁としてつながってるんですね。で、まあ、これは戦時中の警戒警報発令の札を、今ここに一緒に展示してあります、まあ、これはどう読み解くかは皆さんの想像に任せたいと思います。左側これ着服ですね。これはですね、本当にもう10年ぐらい前から6年ほど非常に気に入ったアート&サイエンスというところで作ってもらったピンクのジャケットをずっと着てましてボロボロになりましたんでもったいないのでこれをほぐしまして表具切れにしたで着服ということですね。これはですねこの一文字中回しのところにですね慶長小袖をほどいて、まあ、17世紀のお殿様とか後期の方々が着ていた服をの一部をこれ使ってあるんで、まあ、桃山慶長江戸初期の裂と私の服とが一体してずっと着服されていたという掛け軸です。この展覧会に合わせてですね、ノークライマックスという映画を作りました。この会場でもあのホールで上映いたしております。斧をですね、あの前近代の状況で再現してみて映画に撮ってみようと。だから一切人工光は使わない。でこの姫路にはですね円行寺というお寺がありましてその円行寺の舞台を使って撮る。それと姫路城ですね、ここの姫路城を自由に使って撮ってもよいということで姫路城ですね3時半に集合して日の出を待つと、その朝日を浴びてお城のこの炉といいますねその城郭から朝日が入っていく、その朝日を受けてお能が始まるという形で映画が使われました。で江戸時代まではですねあのお能というのは夜は、まあ、光がないから見えないわけですよね。で五番をやるという約束を立て新南女狂気ですね、この五番を一日朝から夕方までやっていたんですね。ですからその通りに、まあ、再現してみようと。ただ全部やるともう一日かかりますのでそのノークライマックスのそのクライマックスのですねいいところだけを1曲10分程度にまとめて7曲じゃ6曲ありますが7曲なんですよね。ですから1時間10分にまとめた映画ができました。で、なるべくですね、桃山室町江戸初期の能面を使う、まあ、表といいますけどもこれが財団の収集としてかなりのいい表が集まってきました。これを実際に使ってほしいと。普通は使うようなものではなくて美術館で見るような表を使ってで衣装もですね実際にこの江戸時代の素晴らしい衣装を使ってきて待っていただきたいということでこの能装束から藤田男爵家が集めたものの一つです。ここにあるのは、まあ、あの能の表を展示してあるわけなんです。特にこの表はですね、万美という名前であの中年の女性の表なんですよね。で満開こびるという意味ですからその非常に意味が深いわけなんですよね。男を非常に誘惑してきた女性の、表なんですけどもこれはですねあの作者がはっきりしてまして下妻昇進という、この桃山時代の能の名手なんですよね。でこの名手がですね表も作っていたんですね。自分で彫ってたわけなんですね。でこの層はですねあの石山本願寺といいまして今の大阪城があったところが本願寺だったんですよね。でその本願寺の、まあ、構想で、信長にこう攻められるわけですね。これで結局は和解してその城を明け渡すわけなんですけれどもその交渉の最先端に立ってたのがこの下妻昇進という人なんですよね。で、その人が作ったこの万美というお面が基準作になりまして江戸時代に
数々の万比というのが作られるようになる。これを使われているのがですね、そのお話としては桃よがよいという、このこれ小野小町になりまして、でその小野小町に惚れてしまった深草の少将が、言い寄るんですけども、まあ、思いを叶えてもらえないと、100日毎晩嵐も雨も通ってきたら、望みを叶えてあげますよというふうに言われるんですね。でその深草の少将は、毎日毎日通ってずっと朝まで待っていると、そのうちに憔悴してきまして、ついに99日まで来るんですけども、100日目の晩に疲れ果てて死んでしまうという、そういう非常に、過酷なストーリーのお能に、この表が小野小町の面影として使われています。これはですね、私の住んでいる近くのしょっちゅう行く町の中華屋さんですね、そのメニューを書いてあげたんですよね。天山飯店といいまして、値段も今実際にこの値段で、営業をいたしております。おばさんがその自分の字で書いてある、それはそれで面白い字なんですけども、まあ、ちょっと面白いと思って遊び心で書いたものを、ちゃんと表具にしまして、作られたものです。まあ、このお礼にですね、あのタンメン900円をいっぱいおごっていただきました。これはですね、先ほども出てきました徳川家康の日課念仏ですね、朝堂の、行数がありますけども、これを表具にしたものですね。最後にですね、徳川家康というサインがありまして、時々、まあ、あの1日の締めのところに年号も書いてあるんですよね。あと時々家康と書いてあります。で、南無阿弥陀仏ですけど、南無阿弥家康と書いてあると、自分の、まあ、成仏も願ってるわけなんですよね。でそれを一文字風体に、こう先ほどの兜ではないですけども、夏草にこう倒れた人々を思わせるような表具にしてあります。まあ、前に、阿弥陀さんを置こうかと思ったんですけども、これはまあ聖観音を仏像として、最近あの発見された、平安時代の美しい仏様をここに、置きました。これはですね、あのエジプトの死者の書と言われている、まあ、普通はパピルスの紙に書いてあるのが、これは珍しくリネンに書かれているものですね。これは紀元前の1400年ほど前の、それをですね、あの茶室にかけられるように茶掛けに、デザインした。で、この紙ではなくて布で、これもコプト切れですね、紀元1世紀ぐらいの、まあ、初期キリスト教と関係しているコプト切れというものを使ってますね。ただあの軸 の, あの留め金具なんかは、これは鎌倉時代の、日本の、都金された金具を作ってまして、あとはローマ時代の杖の持つところですね、それを軸先に使ってあります。あ、いろんな時代がこう混交してるんですよね。でその前にですね、これは猫のミイラが、納められた棺ですね。でその猫、ね、の生前の姿がここにあの古道でもって再現されています。これはですね、紀元前660年から340年後で、中のミイラはですね、振ってみると、シャリになっている、粉になっているみたいで音がします。シャリ容器ですから、シャリシャリっていう音がします。ここにはですね、鹿の、まあ、これ鹿は神様の乗り物で、春日信仰で伝わったもので、鹿の、3体がここに並んでいます。真ん中は細見美術館の、名品で、これ重要文化財に指定されているものですね。これは昔から、まあ、見ていたんですけども、そのうちに、私のもとにもこの小さいあの子どもの鹿がですね、出てきまして、これはあの多分こういう細見美術館のような形をしていたものらしい、ほぞが残ってるんですね。ですからそのほぞにですね、
若宮社の本事物であるこの板に書かれた御啓文字像をですね載せてみて、その足りないところをやはり須田さんに頼んで、その榊の部分と、角の部分をと蔵の部分を作っていった。それで、近年になって、この雲の形を模してこちらにも雲の形を作っていただいて乗っけたということですね。まあ、そうこうしているうちに今度は近藤のこの、やはり同じぐらいの時代、室町時代と思われる鹿がありまして、こちらも背中に乗っているもの乗り物がなくなっていたんで、須田さんにこの蓮弁を作っていただいて、その上に私の作品の、光学ガラス五輪の塔に会計が入っているというものを乗せてみたら、バランスが非常によく、できて完成したと。でそれよりももっと前にはこの春日鹿曼荼羅というのが、私が古美術を収集し始めるきっかけになったものですね。もう40年ぐらい前に、入手したものですかね。これもよく見ると雲に乗ってるんですけども、春日山に降り立つ御神霊を表してるんでしょうね。でそういうものが全体にこう絡み合って関係し合いながら、こういう造形物ができてきたということです。それも双眼鏡がなんかでないと、こちらの書はですね、大木、住職に、書いていただきまして、大木住職はですね、その初砂山円行寺の、去年お尋ねした時は住職であられました。97歳でございます。何か一言、この展覧会に向けて書いていただきたいというお願いをしたんですね。ところがですね、今年になりましてですね、天台座主におつきになりまして、こう今は芸家と呼ばれる方になって98歳におられました。で、徳は子ならず必ず倫ありですね。ですからこれは孔子の言葉なんですけども、徳のある人っていうのは非常に孤立しがちなんですけども、必ずその共感を呼んで、助けてくれる、仲間の方が人々が現れるという非常に意味の深いお言葉です。で、この時は天台座主というふうにおなりになりました。こちらはですね、私も何か賞をこういう感じでということで、まあ有意義となってますけども、これはあの禅宗の方で、まあ禅のお坊さんが、まあ死を意識した頃にですね、自分の一生を顧みて何かことを残すというのが伝統がありまして、私は別に禅の坊さんでも何でもないんですが、まあ真似をしてやってみようということで有意義というのを考えて書いてみました。禅語深くですね、禅の言葉は勉強したけどよく分からなかったと。でもう冥界、もうあの世がもう冥界に迫っている。で、至る霊界の表ですね、もう冥界は霊界ですから、ここから野球に例えてるんですけども、もう霊界の表に立ったと。それで急に今度は球界なんですね、 L 球界の裏、球界の裏のバッターボックスに立った。それでしかも満塁の席にバッターボックスに立って、満塁というのはまあこの涙が浮かべるということになっているんですけども、そうしてその一番の大所でバットを振ってみたら空振りだったという、私の人生でございました。この作品にはすごく長いタイトルをつけました。自分でも覚えていられないぐらいの長さで、加納永徳筆安土上図屏風創造屏風風姫路上図屏風という長いタイトルですね。で、これはですね、今年の、3月の終わりですね、桜が満開になる直前ですね、この姫路城で、ノークライマックスという映画を撮っている初日でしたね。で偶然にですね、この櫓の上にですね、
工事現場の足場がかかっていたので、普段は登れないところに登っていって、この、朝焼けのです、夜明け前の姫路城を、撮ってみようということになりまして、本当にあのビギナーズラックっていうんですかね、こんなに綺麗な朝日の昇る直前の姫路城をこんなに美しく撮れるとは思わなかったんですよね。で、まあ、これを八曲の屏風仕立てにして、今日完成してこの後期の展示にギリギリに間に合ったという、次第でございます。まあ、よく見ていただくと、ちゃんとここにあの白鷺城のシンボルである鷺もいますし、桜も満開直前、柔らかい光に包まれて、桃山時代も核ある姿かと思えるような作品に仕上がりました。たまたまあのこの日前日に来て、これは明日の朝日を受けて撮れるかなという予感がしたんですよね。で、この日からまた次の日もその次の日も3日間この映画の撮影中の早朝に毎回、訪れましたけども、この一番最初のこの1回だけのチャンスでしたね。こういう美しい光が回っている状況は、何かこう典型を得て映すことができた、映させていただいたっていう感じですね。